者かけるです。今日はまたまたアイスクリームのアイスキャンディーですねの動画なんですけれども、トロピックマンゴー杏仁っていう杏仁豆腐のアイスなんですかね、こちらの動画を今日はご一緒にご覧いただきたいと思います。トロピックマンゴー杏仁、どこのメーカーなんですかね。わからん、読まれへん、すみません。まず、それでは原材料名の方なんですけれども、乳製品、チョコレートコーティング、パイナップル果肉、糖類、マンゴーゼリー、マンゴーソース、あ、やっぱり杏仁入ってるんですね。でんぷん、安定剤、乳化剤、香料、酸味料、カルチン色素です。わからん、どこのやろ。丸永製菓さんの商品ですね。エネルギーは1本あたり277キロカロリーと、カロリーめっちゃ高いですね。なんでやろう。はい、こちらがトロピックマンゴー杏仁のアイスキャンディーの中身です。なんかコーティングされてますよね。めっちゃマンゴーとかはうっすら見えてるんですかね。それではトロピックマンゴー杏仁のお味の方をチェックしてみたいと思います。これはちょっとあれですね、杏仁豆腐のあの杏仁のあのテイストがめっちゃ効いてますね。あの独特の強い癖のある、杏仁の味がめっちゃします。僕はまああの好きなんですけれども、まずチョコレートコーティングがされていて、中身、すみません、ちょっとかじったんですけれども、中身この白いところがすごい杏仁の味がします。で、少しマンゴーの風味があって、すごくあのまあまろやかな感じですかね。最初チョコの味がして、杏仁の味がして、マンゴーの味がするんですけれども、この杏仁が多分みんな好き嫌いめっちゃ分かれると思います。僕は好きですけどね、ただカロリー高いですけど。すみません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。